多分ね、あなたが喋る比率が多いから、うん、相手は喋ってくれないっていうか喋れないんだよ。喋、うん、る隙間がないっていうね。そうそう、結局喋ってるよって。そうそうそう。コーチングの推しね。うんうんうん、なので喋らない、聞く。うん。聞くか。すごい。今日は否定しないコミュニケーションのなんとかです。うん、7割ぐらい言えた。三月に1回の収録なんでね。いつもあの天の声みたいな感じで、ね、あゆみさんにはカメラ側の方にいていただいて、うんうん、初めてだね、3人で、ね、どうなるのかちょっとやってみるかみたいな、はいはい、だからあの健太郎さん的には、うん、両方から挟まれるわけですよ、はい、あーだこうだ言ってくるだんだんフェードアウトして2人で喋る大変だと大変だと思うよテーマだけちゃんと言っとくか。今日話すのはですね、うん、あなたが人の話を聞けないのは、うん、あなたが喋ってるからです、あなたが、うん、という傾聴する時の盲点をズバリ言うわよ、うん、みたいな、うん、盲点があるってことですか。うん、そうそう、傾聴の話をちょっといろいろできたらいいかなと思ってて、うん、リーダーとコーチングしてる中で、うん、僕人の話聞けないんですよとか意外とリーダーのこと言うし、うん、部下の話ちゃんと聞いてるつもりなんだけど、うん、本当に聞けてるのかなとか、うん、ついついねアドバイスしちゃうんだよねとかいうのがあって、うん、最終的にはその部下が全然喋ってくれないんだよ、うん、みたいなこととか、うん、家族が全然話しかけてくれないんだよみたいなことになってる人が意外と多い。うん、けど傾聴のコツっていうところでいくとさ、多分ねあなたが喋る比率が多いから、うん、相手は喋ってくれないっていうか喋れないんだよ、喋、うん、る隙間がないっていうね。そうそう、なので、うん、傾聴したいと思った時には傾聴の技術を磨くのではなくて、うん、あなたが黙ること、うん、すっごいシンプルな、シンプルだよね、黄金則があって黄金律があって、それをね守れない皆さんが意外と多いんじゃないかな、うんうんうん、聞き出そうとしてまた喋り出してるし、そう結局喋ってるよってこうやって言うとさ、はい、そっか、私が喋っちゃいけないんだと思うよね、はい、それでやってくれるのでさ、なんかデモンストレーションとか実験とかやってもらうんだけど、うん、そうそうさ、一瞬黙れるの、うんうん、私昨日熱海に行って温泉に入ってきたんですよ、熱海で温泉ですか、それでそれでで温泉なんで、うん、なんだけどやっぱ熱海はやっぱいいですよね、うん、熱海はねって喋っちゃう、うん、あ自分の熱海話しちゃうんだ。そうそうそう、はい、あとはこう意見を挟んで質問しちゃうみたいな、うん、東で言えばね、温泉って言えばね、まあ、熱海とか草津とかそういうところがあると思うんですけど、うん、やっぱり温泉そこのそういう場所って違いますか、意見だし好きに言わせてみたいなのがね、こううまくいかない、ね、自分の辺りの経験の話したいですもんね、うんうんうん、言った、うん、はい、終わった、終わった以上ですつまり意見を聞き出そうとして自分の意見を述べちゃう、うん、っていうことが相手のことを遮っちゃうし、うん、自分の話ができなくなっちゃうっていうことなんですかね、うん、やっぱり、うん、だからこっちが聞きたいっていうことはあまりにもこんな内容で聞きたいと思いすぎちゃうと、そっちはそんなに話を、うん、そういう話をしたわけじゃない、うん、なんか結構多そうですね、うん、そうだよね、うん、普通に存在する会話なんだろうね、うん、あちこちでね、うんうんうん、そのせめぎ合いってどうするんだろうね、うん、どうすると思う？聞いてたどうします？聞いてたと思う。例えば健太郎さんとあゆみさんで、うん、こうなんかあることについてなんか喋りたいって話あるじゃないですか。うん、そうなった時に、うん、どういう会話するんですか？健太郎さんとあゆみさん。いつもでもさ、よく起きてるじゃない、うん、起きてる。例えばさ、保育園にさ、うん、送っていく時間を9時半までに送っていかないとさ、うん、給食の段取りができないから9時半を回っちゃう場合は連絡してくださいみたいなことを言われた、うん、よくいいね、言われてる。電話したとかさ、いや、そうじゃなくて、それ聞く、うん、もうじゃなくなっちゃうんだよね。電話しなきゃダメじゃん。うん、電話したさ、今日遅れてたじゃん、うん、それでね言われたんだけどねみたいな感じだと、うん、ダメじゃんみたいな、もうなんか解決を図るモードにこっちは、あーなるほど、入ってるんだけど、聞くんじゃなくてね、うん、本当は何が語られるか分かんないじゃん、うんうん、他にも言われたんだけどねって言って、全然違う話題の呼び水かもしれないじゃない、うんうん、そこに頭が回るか回らないかみたいなところが意外と日常で起きちゃうから、うんうん、あ起きてるよね、うん、特に近いこう夫婦間とかっていうことは多々ありそうですね。喋りたかったことそれじゃないんだけどね、うん、っていうことはさ、本当あるよね、うんうん、これだけ気をつけてる2人の中でね、うん、起きるから、うん、僕もだから気をつけてもいるんですけど、うん、奥さんとのことで、うんうん、本当にさっき健太郎さんが一番最初に言ってくれたけど、聞き切るというか、うん、一点言いたくなっちゃうんだよ、うん、まだあるまだあるっていうまだあるよねっていう、
なんか男性能と女性能みたいな話でこう男性は結構論理的にはなんかこう解決を図るというか、女性はなんかただ聞いてもらいたいとかそういう話を受けて、僕がプロデュースしてる愛の人パスコさんっていう、こんな話していいんですか？もちろん。ある男性の方から相談があったんです。彼女さんの愚痴が聞けないっていう話を相談受けて、どこまで続くのか分からなくて僕はただただストレスなんです。あれ、これはどこまでいくんだろう。そのバスコさんが答えたのは、彼女さんも彼女さんの論理があるけれど、彼女さんの方に伝えてあげたいのは、今から10分間だけ話聞いてとか、もしくは3つだけ愚痴を聞いてほしいんだけどって、数とか数字があると男性側は、はい、1つ終わった、2つ終わった、3つ終わったって聞くこともなんか厭わなくなるというか、まあ逆のパターンも要は男性側は聞いてあげるというか、だから聞くためにもある程度そういう数字とかある程度分かってると、またその傾聴って話じゃないですけど、聞くためのスタンスが出来上がりやすいのかななんて感じがするんですけど、健太さんどう思いますか？確かにね、そうかもね。そういうことで言うとさ、我々は聞くに徹するときにさ、すごい恐怖を感じるよね。どんだけ話すか。確かにそうなんですよ。全部情報残しておけないじゃん、いっぱい喋られたらって。それにさ、何分なのこれ。健太さん、そういうときって方向整理する？本当にがっつり傾聴モードにするときはしない。ひたすら、もうその人が言うがまま、言う順番。コーチングで教わるデフォルトね、話したいっつってんだから聞きましょうよ。何分とかでくくりたいのはあなたの都合なので。そうです、相手が喋りたい時間の尺をそのまま全部聞きましょう。あなたが喋るのはなぜですかっていうのがコーチングの教え、なので喋らない、聞く、っていうのが本来の姿で、それやるとね、大体ね、早く終わんね、ちゃちゃ入れられるわけです、途中で。本当はね、本当はね、なんかもしかしてこういうことって言われたり、こっちの話も言っていいって言われたりして、話半分ぐらいのところでちょっとずつちゃちゃが入ったり、あと質問をされたりとかするから、その流れに任せて話すと話せるんだけど、その流れを作ってくれない相手がいた瞬間に、全部流れも作りながら自分で喋んなきゃいけないから、途中で迷子になるっていうのがあって、あ、それはありそうですね。私は何を言っているのだろうかみたいなところに相手は行き着くっていう、そこが狙いです。最終的に迷っちゃったって状態が、ケントロさん的にありな。そうです、そうです。それがね、準備運動みたいな、あれ何言おうとしてたんだっけとかになったり、ちょっともういい、疲れちゃったとかいうところまで聞くっていうのが傾聴です。深っ、すごっ。これはでも大事かもしれないですね。平均4分30秒です、人の話す長さ。レア種も結構いるので、コーチングセッション1時間の中で42、3分ずっと何もなく語ってくれた人もいた。とりあえずお金もらってるので耐えますけどみたいな。そうね、お金をもらってるから耐えるっていうところがポイントでというか、いや夫婦でだから起きてるのはなんで俺は仕事でもないのにあゆみちゃんのね、走りをしなきゃいけないんだとか。走りって言っちゃダメですよ、絶対2日の会話で。この話題はどこに行くのとか、何分聞いてればいいのっていうのを、コーチングじゃなくても、仕事的に聞くっていう、一応そういうスタンスがあるから聞けるけど、夫婦だとね、余計にそれが聞きづらいっていうかあるかな。